奄美大島に移住して草花や風景など数多くの作品を残した日本画家の田中一村の未発表の作品が新たに確認されました。田中一村の研究を進める上で貴重な資料となりそうです。そうですね、男性2人と女性が、はい、お二人、そうですね、4点になるんですね。はい。栃木県出身の田中一村は1958年に50歳で奄美大島に移住し、69歳で亡くなるまで大島紬を染める職人として働きながら、奄美の風景や生き物などの作品を描いた日本画家です。今回確認されたのは1973年に描いたとみられる4点の肖像画で、龍郷町の金井幸人さんの家で先祖の遺影として保管されていたものです。まあ、先祖の中に親しい方がいていて、まあ、お茶を飲んだりとかする場でこういった機会を得たっていう話は聞いております。肖像画は画用紙に鉛筆で描かれていて、大島紬や頬などに色が塗られているほか、昭和48年という文字や田中一村の本名である隆の署名が確認できます。本当に一村が描いた作品なのか。金井さんは今月1日奄美パーク田中一村記念美術館の有川浩樹学芸専門員に調査を依頼しました。繊細なタッチで顔も表情の細かな部分までですね、再現されている肖像画で、非常に素晴らしい作品だなと感じました。また、肖像画に描かれている昭和48年初春奄美において描く隆という文字なんですけれども、その中の昭和という文字と年という文字が田中一村さんの筆跡に非常に酷似しているものでありました。有川学芸専門員らによりますと、当時の田中一村は副業として肖像画の依頼を受けていたことが分かっていて、一村の作品とみて間違いないとのことでした。一村さんが、まあ、晩年、亡くなる4年ほど前に描かれている作品で、一村さんの生活の一場面を垣間見ることができる、まあ、非常に貴重な資料かなと思います。ほとんどの、まあ、肖像画の方が奄美一村というふうに署名されているんですけれども、まあ、今回の作品は奄美隆と描かれていましたので、まあ、その点は一村さんに、まあ、なんか心境の変化があったのかどうかですね、まあ、興味にあるところです。幼い頃から見ていた肖像画が田中一村の作品だったことについて金井さんは、この島で描いた作品なので、そういったものとかをできるだけこの島の方々だったり島の財産として何か見ていただけるとすごく嬉しいなと思います。金井さんは今後多くの人に肖像画を見てもらえるよう展示などを考えたいということです。